一方、こちらの男性は拠点内で牧場を営む池田光秀さんです。やっとその自由に入れるんだなっていうことですね。今まではそので立ち入りするのにも、許可を得て、で宿泊するのにも、許可を得て、ってそんな感じだったんで、それが許可はなく、自由に泊まれるっていうことが嬉しいですね。池田さんは震災と原発事故の後、町内に残された牛の世話をするためにおよそ25キロ離れた広野町から通い続けています。牛がね、いたおかげでやっぱり生活が成り立ってきたっていうことがあるもんですから、その恩義に報いるためにも簡単にはね、処分できないなっていうことで、今でもずっと飼い続けています。広野と大熊の2つの拠点を持つ池田さん、地元の大熊だけではまだ生活できないと感じています。第一は人がいないこと、周りに人が少ないこと、であとはそのやっぱり生活する上で、店とか病院とか、そういったことが全然足りてないっていうふうなことがね、一つのネックにはなってますね。町のにぎわいを取り戻すため、池田さんはこれからも牧場内での畜産や米作りの再開を目標に、大熊に通い続けるということです。